その人間同士の暇つぶしによる無価値な戦いの中、無理に巻き込まれる多数の人間の思念から無意味に僕らは発生した。神様、どうか我々をお救いください。平穏世代の伊達のたちとでも言うのかな。魔物を封じたのっていつだ。800年ほど昔だよな。一体いつ封印が解けるってんだよ。もうこの世は平和なんだよ。僕は勉強が好きなんだ。こんな伊達に向けないで、ニースリー、グロンティアさんのところ行って習った方が安全じゃない。ニースリー君が見つけ出した新しい伊達の可能性を私が実践しているのさ。うひゃー、800年ぶりの再起動じゃ。これがババアが毎日言ってる魔族か。我々の戦いは防衛ではない。やることは単純な侵略だ。我々に人の姿と知能を与えてくださった偉大なる魔王さん。はい、お呼びになりました。奴らはこの国にいる。人間多すぎだよ。じゃあどのくらいで済むのか実験しておくことにしようっと。よかろう、かかってくるがよい。